こう。何を発見した？お、これ。お、何これ、何これ。感じてる、早速。それ何これ。あ、なるんだそれ。今日いい音が紹介するおもちゃはダイソーさんで売っているこのおもちゃです。ダイソーに売ってたあの肉のおもちゃは何個か試してどれもおなくなって。そうなんです。ボールとお肉のおもちゃ壊れちゃったじゃん。うん、やっぱ100円ショップのってあれなのかなと思ったろ。お座りしてる。おて、こう、顔、顔、おて、こうで、顔、もうダメ、集中してる。ふんかっつって。あ、持ってきたじゃん。いつもあなた独り占めするのに。これさ、歯も綺麗になりそう。音が出るペット玩具どうなる。で、素材としてはゴム、うん、で、できた音が鳴る。表面に一周トゲ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 となってて、ドルドルドルってなるような、ドルドルドルってなるような、だ柔らかい、だ柔らかい。わかる？なんか痛くないし、あ、だけどなんかあんま取れなさそう。へえ。おお、アクロバティック。なんだい、あ、U ターン。百均で結構持ったらいいよね、コスパいいし。そうそう。なんか色も何種類かあって、すごい可愛かったよ。あ、そうなの？今回は男の子だから青にします。すごっ、すごっ、突進しております。なんだか黙った。なんでよ、なんかよ喜んでるね。なんかいいお下げだよね、うん、しかもライこの音が好きだからさ、コピーが、コピーがだいぶ、どう、良さそうじゃない。だいぶもう掘ってる、掘ってる、ね、で、すごい、うわ、すごい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 、おいおいおい、ケツだぞ、そっちは、すごい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 、もうケツを上げて楽しんでおりますね。まだ遊び方が分かんない。回ってる、回って掘ってるよ。なんでね、しかも人の上にさ、なんてケツより高くしてさ、ダメ。ああ、表面がゴムで、あのよだれがこれは染み込まずにそのまま表面に残るので、うん、だいぶべちゃべちゃぬるぬるになります。みーちゃん、だって見てもよだれがもう泡になってるもんこれ。でもすごいお気に入り。100均でいいのを見つけたね。よかったじゃないちゃん。バディ。